始めさせていただきます。本日は空手競技で活躍されております楽連会館岐阜羽島支部所属の、こちらから正木小学校4年生の立川壮太くん、はい、はい、中央小学校、3年生の津幡大地くん、うん、同じく、3年生の勝俣美優選手、同じく1年生の津幡佳穂選手、そして同じく指導あ、白蓮会館、東海白蓮支部長である平田重久様、同じく指導者の平田恵子様、そして保護者の方々にお越しいただきました。今日は、4名の選手から、9月に行われました、全中部空手道選手権大会2024の結果報告と感想についてご報告いただきたいと思います。それでは、立川選手から順に、結果と感想をお聞かせいただきたいと思います。ではお願いします。はい、そこで言おうとしてください。緊張して力を発揮できなかったけど試合は楽しかったです。はい、はい、あ、何位でしたか。3位です。はい、はい、ありがとうございます。では大地選手お願いします。おっす、前の大会は3位で1位取れてすごく嬉しかったです。はい、もっと強くなってまた1位になりたいです。はい、ありがとうございます。では勝俣選手お願いします。はい、試合は楽しかったけど緊張しました。1位でした。はい、ありがとうございます。では最後に佳穂選手お願いします。私は初めて優勝して嬉しかったです。1位です。はい、はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。それでは松井市長より報奨のご挨拶を申し上げます。お願いします。先日も平田先生とご一緒に来ていただいて、また会えて非常に印象深く選手のお顔を記憶をしております。しかも今回全中部大会、エリア外からも優秀な選手がお見えになったということで素晴らしい成績を収められました。とにかく人に勝つというのは大変なことでね、相手の選手も一生懸命やってくるから時には負けることもあるし、それはお互いの努力だけではなくて運というのもありますのでね、これからも怪我をしないように平田先生のご指導とそれからお母さん方の愛情の中でしっかりと頑張ってください。勉強も頑張ってね。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではしばらくの間ご簡単に移らせていただきます。失礼します。先生どうですか、ご感想は。これだけ。そうですね、おかげさんで伸び伸びやってますのでよかったですね。緊張なく伸び伸びもう会場を飲み込むような勢い、はい、で今回第1回ということもありまして、もう本当強豪選手は他県からも来まして、はい、まあなんとか 4名の人がね取れてよかったです。自慢しました。カホちゃんは初めてかな、ここ来たの。そうだよね。で彼も初めてだよね。真ん中2人って感じ。真ん中の2人子供が来てくれたんだよね。はい。カホちゃんをやれるんだね。得意な勉強があるのカホちゃん。何が好きですか。算数が好きなのすごいね。じゃあ順番に聞きましょうか。あなたにインタビューしてください。